ってるんです。いろいろ。あんまりみんなには期待されてないと思うんですけど。このお店は新宿の歌舞伎町の、月亭に来ています。なえ、ナオコさん映っても大丈夫なやつですか？大丈夫ですよ。本当ですか？着物だから喜ぶじゃん。じゃあちょっと私の素敵なお友達って紹介させていただいていいですか？はい、お友達のナオコさんです。アーティストです。素敵。本当綺麗なお着物。じゃあよかったらお着物を紹介してくださいますか？これは、はい、ヤバネのコモンという着物です。はい。訪問人と違って普段に広い広いシチュエーションで着ることができる着物です。いや本当に、はい、名古屋帯といって、はい、これもカジュアルな着物です。今日は、友達とお食事なので全体的にカジュアルにしてます。あとてもなんですね。ここに襟にふわふわをそう、それね、可愛いなと思ったんです。これが私のオリジナルで自慢の種です。そうなんですか。ありがとうございます。昨日の夜遅くチクチクチクってこの襟をつけてきました。着物はこの長襦袢の襟を取り替えて、はい、ここをいろんな季節に合わせて取り替えて楽しむ着物です。楽しむファッションでございます。ありがとうございます。そうか、私それちょっとね、さっき気になったんです。これってなんか最近の流行りなのかなとか。これがね、あったかいんですよ。あ、そうなんですか。これがね、全然違うんです。なんかブワッと膨らむ感じは本当は好きじゃないんだけど、個人的には、ね、でもだけど、あったかいのね。すごく、でも華奢だから全然ブワッとした感じしません。本当にありがとうございます。あとでまたいろんなお話聞かせてください。じゃあこれはプレゼント、早く食べます。すいません、ありがとうございます。プレゼントなのに開けちゃうあれなんですけど、あれでした、なんかいっぱいお友達呼ばれて、うん、で会社のなんかこうパーティーとかもう大勢、なんかお家に何十人も呼ばれてって言ってました。なんかおっしゃってた、やっぱり人呼んでってやったんですよね。アパートは狭かったから、アパートかマンションは、ね。